さあ、来るんだ。大丈夫。大丈夫。出口を塞げ。やつを逃がすな。エリーにはなんて。あいつらの検査を受けたが、免疫は役に立たないと言った。あの子は信じたのか。分かったって。ありがとう。ああ、ねえジョエル。ん？あの子たちだ。去年逃げ出したカップル。でも1時間もしないうちに群れに襲われて、2人とも噛まれて変わり果てる前に命を絶つことに決めた。家族や友人に謝っておいて、アダムとシドニーより。彼女を撃った。なのに俺は怖くて死ねないでいる。アダム、ひどいな。免疫さえあれば。なあエリー、トミーと合流して二人をジャクソンまで運ぼうな。ファイアフライの病院から逃げ出した時、私みたいな人が大勢いるって言ったよね。うん、ああ、そう聞かされた。免疫を持ってる人なんて会ったことない。ジョエルは隠してるんだろう、お前みたいに。今話さなきゃいけないことか。あんなに苦労してファイアフライの病院に私を連れてったでしょ。聞きたいことたくさんあったのに、なんで意識を失ってる間に私を連れ出したの。お前の検査をさせてみて、あいつらは無能だと気づいたからお前を連れて。なんで無能だってわかるの。時間をあげれば何か方法を見つけられたかもしれないでしょ。治療法なんてこの世にないんだ。他の人を助ける方法なんて存在しないんだよ。その事実を変えられるものなら俺だって変えたいさ。でも無理だ。この子たちを家に連れて帰ってやろう。他に言いたいことがないならな。ない。そうか、行くぞ。いろんなもの置いてったんだ。お願い、なんか残ってるはずでしょ。
んなもういなくなった。私はまだどっちに加わるか決めてない。私はあの男と女の子を追うって意見に賛成したけど、万が一あの子や他にも免疫のある人をこれから見つけたところでどうしようもないって。ワクチンを開発できる人はもうこの世にいない。免疫のある人をこれから見つけたところでどうしようもないって。これから見つけたところでどうしようもないって。ワクチンを。エリー、よかった。何考えてるんだ、真夜中に突然出てくなんて。なぜ黙っていった。書き置きだけ残されたら。教えて、ここで何があったか。また嘘をつくなら私は出ていく。もう二度と戻らない。でも本当のことを言うなら、それがどんなことでも ジャクソンに帰る。ねえ、言ってよ、ジョエル。ワクチンを作っていたら、お前は死んでた。だから止めた。待ってよ、なんで。私に指一本触れないで。ジャクソンには帰る。でももう終わり。うわ、ひど。なーに、なんか文句ある？ねえ、すっごく気になってることがあるんだけど。私かなり臭い。そうだな、生ゴミって感じ。あっそう。うわこれでどう？だな。好きなくせに。エリーを見てるんじゃない？それはない。嫉妬してるのかも。ただの女の子なんて怖くないでしょ。それは違う。あ
方が一番怖いのにね。おい、家族で来てんだぞ。ごめん。ごめんって。子供たちだって見てんだ。そういう自分はいいお手本なわけ。勘弁してくれよ。口出しちゃなレズとはね。今なんて言った。エリー、エリー、ダメ。とっとと押せろ。俺に触んじゃねえ。二人ともやめて。さあほら、外に出て。あいつらはもういいから。風に当たってこいよ。まあ平気か。何考えてんの。あんなひどいことを。自分だって助けてくれなんて言ってない。そうか。それ何？コーヒーだ。どこにあったの？ああ、先週町に来た人がいただろう。ああ。ちょっと恥ずかしいほど高くついちまったが、まあ悪くない。セスくらいなんとかできた。そうだな。それとジェシーに巡回の口出しするのやめて。わかった。ねえ、ディーナと付き合ってるのか。違う。あれはただのキスだし、別に意味なんてないよ。そもそも何でしたんだろう。好きなのか。俺にはあの子がどういうつもりかわからないが、お前と付き合えるなんて幸せ者だろう。よくそんなこと言えるね。俺はただ、私はあの病院で死ぬはずだった。生きたって証を残せたのに、それを奪ったんだよ。もしも神様がもう一度チャンスをくれたとしても、俺はきっと
同じことをする。分かってる。多分一生そのことは許せないと思う。でも許したいとは思ってる。それでいい。じゃあまたね。ああ。